はい。えー、2020年、今12月10日です。で、今深夜の12時10分です。よ夜中ですね。で、えっ、ー、と、オリックスからね、あの、株主優待届きました。株主優待届きました、オリックスからね。えっ、ー、と、これ実はね、3月と9月が、権利確定日で、えー、僕実はね、3月に持ってたんで、特に今回はね、何も送られてないですけど、一応この報告書とね、 あのー、この報告、あのー、四半期報告と、あとこのグループ優待。これあのー、前回もらったそのまんまです。あのー、3月、あの、指の先、あのー、あの、はい。指の先見てください。あのー、説明してます。それと同じやつですね。で、このオリックスの野球クラブはもう僕行ってきました。ね。あのー、最後の試合です。オリックスの最後の試合。だいぶお得にね、行きました。で、今回は、その、 3月にね、僕持ってたんで、このカード、今回は送られてないですけど、3月に使月にもらったこのカードが来年の7月まで、あの、このね、えー、来年、はい、えー、来年の 7, 7月31日まで使えます。えっ、ー、と、これまたあの、来年の6月ぐらいに2021年のが送られてくる予定ですね。あの、3月にその株を持ってればね。 はい、だから9月と3月の権利確定日があって、僕はあの3月の時に持ってて、ずっとその後オリックス保有してたから、まあ、今回は送られてないけれど、また使えるやつがあるよっていう話ですね。で、その他にこの配当金、配当金が僕200株なんですけど、えー、5578円振り込まれてました。ちょっと見てみましょうか。あ200株なんですよ、僕。 あの、オリックスはね、本当になんかあの、優待がね、すごくいいし、なんせね、不景気に強いっすよね。あの、不景気に強いんですよ。その理由はね、いろいろあるんですけど、ちょっと見てみましょうか。あまあいいや、とりあえずあの、配当金ね。えー、配当金。えー、ちょっと待って。 これです。はい。オリックス。はい。オリックスから、えっ、ー、と、5,578円ね。五千五百これ、あのーえー、配当金です。配当金。あの、配当金ね。はい。5,578円。はい。なので、えっ、ー、とー、あの、もらえます。配当金。これ、年に2回もらえますわ。あの、7月、9月と、えー、3月の、確定日に、その、オリックスの株を持ってたら、 年に2回、あの、配当金がね、もらえます。ちなみにこれ、あの、餃子の王将です。餃子の王将。これも3985円もらいました。ね。あの、配当金なかなか馬鹿にならないんでね。で、この、なんかさっき言ったその、なんて、なんでしたっけ、その、えー、不景気に強いっていうやつ。それね、あの、この、会社の社長のね、理念とか書いてあるところを見てたら、 やっぱりね、あのー、いい、いい企業だなって思うんですよ。あの、長期保有にはね、本当にね、素晴らしくて、この、リサイクルとかね、エコリサイクルとかね、エコリ、エコなんて書いてないか。まあ、でも、広域リサイクルシステムとか、シェアリングサービスとかね。で、何よりもね、何よりもね、このコロナ禍、このコロナ禍でも、コロナ禍でも、 あれこれじゃないあれどれやったかなはいえーあれこれこれこれ,こ,れこのコロナ禍でもあのはいこれ読んでみます上記のえ当、ー、期純利益は938億円減益となるも着実着実に利益を確保ですよはい。 あの現役になるのはね、もう仕方がないさ、こういう世の中なんでね。ただ、その中でも、マイナスではなかったっていうね。うん。こう書いてますわ。はい。3月、月期上期の冬期純利益は938億円となりました。新型コロナウイルス感染拡大の影響が残る中、前年同期比では現役となりましたが、 分散された事業のポートフォリオを持つ当社の強みを発揮し、グループ全体では利益を確保しました。こういうところですよね。だからリスクの分散ですよね。リスクの分散。なので、あのー、長期保有にはね、いいと思います。あのー、すごくね、このカード1枚やるだけで結構いろんなね、あの特典がもらえるんですよ。その野球観戦、僕、あの、ほら、野球好きなんで、 あの当日券だったらすごくあのお手頃価格であの見ることができるしねあの野球観戦行くことができるしあのオリックスのレンタカーとかも、ね、半額とかになったりするんですよ、うんまあ、レンタカーはあんま使わないけどたまにあの沖縄とかは、ね、あの安い飛行機で行ってあのこれでレンタカー借りればやっぱすごく安く旅行できるかなと思ってるんですあとその他水族館とかね あのー、安くいけるんでね、なかなかいいですよ。うん。で、さっきも言ったように、あのー、すごくね、不景気に強いんでね、不景気に強い、あ、これ、オリックスレンタカー書いてますわ。カーシェアリング、カーシェアリング、ね。カーシェアリングじゃん。オリックスレンタカー。オリックス、あ、これ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 、ほらほら。オリックスレンタカー、あ、30%引き。あ、ほらほら。 あの、30%引きですけど、沖縄本島は基本料金から50%オフですからね。はい。あの、なかなかだと思いますね。これ、なかなか使えると思います。あの、沖縄本島結構広いんでね。あの、バスとか使ったら結構高くつくんでね。はい、これ、これです。あの、オリックス野球クラブとかね。これ、これ、これ。あの、なんとか見に行きましたけど、やっぱり面白いですよ。ね、今ね、パリーグね、すごい面白いですよね。 パリーグね。うん。あの、パリーグのファンはね、あの、すごくね、な,なんていうんですかね、あの、気持ちいいんですよ。あの、僕もね、あの、子供いるんですけど、まあ、あの、まあ別に、あの、セリーグを悪く言うわけではないんですけど、あの、どちら、どちらに連れていきやすいかなって思った時に、やっぱりパリーグの方がちょっと連れていきやすいかなと思うんですね。今の、 あのパ・リーグ、すごい面白いんでね、白いしあいし、お客さんがすごく温かいですよね、まあまあまあ、それはあの僕の勝手な感覚なんでねあ、あみんなそれぞれああの考えはあると思いますけど、僕は一応ねあ、のあの好きなチームはあるんですけど、その前にプロ野球ファンですからね、だからあのどこのチームでもやっぱり楽しいは楽しいですよ。はい はい。というわけで、オリックスの株主優待。株主優待というか、今回は優待というより、あの、今回この配当金が入ったよっていう話と、あの、まあ、3月に、僕3月にその、優待もらってるんでね。うん。その話でしたね。んで、あと、不景気に強いっていうね。不景気に強い。あの、株の初心者さんにはすごくいいんじゃないかなと思うんですよね。 あの比較的安全な株なんじゃないか、これはあくまでも僕の感想ですからね、今までその株をいろいろやってきて、オリックスはまあ長期保有にはまあいいんじゃないかなとあの持ってるだけで、優待受けれるし、結構おいしい優待受けれるしかつ、配当金もそれなりにもらえると。長期保有には いいんじゃないかなと思います。はい。ぜひ参考にしてみてください。あの、株なんでね、あの、その、絶対はないんでね、もし僕がこんなこと言ったから、言って買ったからと言って、もし何かがあっても僕のせいにはしないようにしてください。以上です。